シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーン SH-12C ドコモスマートフォンアクオスフォーン SH-12C 後のドコモネクストシリーズアクオスフォーン SH-12C はシャープによって開発された NTT ドコモの第3世代移動通信システム端末である OS は Android 2.3を搭載しているドコモスマートフォンの一つとして発売され 2011年冬、モデル発表以降は、ドコモネクストシリーズに分類されている。リンクス 3DSH-03C の後継にあたる、Android 2.3搭載のスマートフォン。SH-03C に引き続き、ワンセグ、赤外線通信、バーコードリーダー、名刺リーダー、覗き見防止用のカラーベールビューといった、従来の携帯電話に準ずる機能が搭載されている。 他、お財布形態、モバイル 3D 液晶が搭載されている。SH-03C では、3D の静止画を撮影するときにカメラをずらす、必要があったのに対し、SH-12C では、3D の動画撮影が可能になる、ツインレンズが搭載されており、ずらすことなく 3D 静止画の撮影ができる。また、SH-03C ではできなかった。 3D 動画の撮影が可能になった。その他に近年のシャープ製携帯電話でよく搭載されている笑顔フォーカスシャッターと振り向きシャッターも 3D 対応で利用することが可能となっている。また人物の顔を検出して自動的にフォーカスを合わせる顔検出機能も搭載されている。カメラ用の UI ではシャープ独自の機能を搭載しており、いつ、どこで、 誰を撮影した静止画動画なのか自動的に分類して地図上に表示するなど見やすく表示し、また撮影場所や日時カメラの個人検出機能6やカレンダーの予定にも連動して分類することができる。動画撮影ではフルハイビジョンムービーも撮影することができる。液晶画面はアクオスの冠を配している通り4.2インチ。 QHD の高解像度ディスプレイにプラスし、高画質エンジンを搭載し高精細な画像を表示することが可能となっている。また、s h 0 3 c で採用されたシサバリア方式の 3D 液晶が搭載されており、プリインストールされた 3D の立体的なゲームやコンテンツを楽しむことができる。YouTube やビトブといった動画配信サイトで公開されている 3D の 動画コンテンツも立体的に表示できるほか、ワンセグも疑似 3D で表示させることが可能となっている。タッチパネルはフルタッチに対応した静電容量式となっている。地軸センサー、加速度センサーなども対応している。文字入力にはタッチパネルを使ったソフトウェアキーボードを利用する。フリック入力もサポートしている重機入力。 クワーキ配列のキーボードの他に、手書き入力もサポートしている。通信機能は、フォーマハイスピードに対応し、下り最大 14Mbps、上り最大 5.7Mbps に対応している。他、IEE802.11bit、e、GN に対応しており、最大で 150Mbps の通信に対応している。また Wi-Fi ルーターとして利用ができるて、 ザリングにも対応した。HDMI マイクロプラグに対応した HDMI ケーブルに対応しており、撮影した静止画や動画を TV に表示させ、大画面で視聴することが可能となる。3D 対応のアクオスであれば、3D で撮影した動画や静止画も表示させることが可能となっている。また Wi-Fi を使っても HDMI ケーブルなしで、 パソコンやテレビなどの DLNA 対応機器とデータのやり取りができる。また Wi-Fi を使って DLNA 対応の機器との接続もでき、Wi-Fi 経由で SH-12C で撮影した写真や動画を TV に表示させることができる。これはシャープが進めているスマートテレビへの布石となっている。そのためにホームネットワーク、ホームネットワーク、 といったアプリケーションがプリインストールされている。電話帳はメールや電話だけでなく、ツイッターやミクシーといった SNS とも連携を図ることができ、それら SNS のタイムラインと連携を図ることが可能となっている。さらにタッチ操作や閲覧履歴、コミュニケーション履歴などを記憶して使い込んでいくうちにカスタマイズされ便利に成長するタフロ UI を搭載。 ソニーエリクソンのエクスペリアのキラーコンテンツである、日本最大級の音楽配信サイト用のアプリである、モーラタッチやミュージック .jp4s1 も、プリインストールされている。また NTT ドコモから発売される、スマートフォンとしては、初のシムロック解除に対応することとなる。ただしドコモショップでのシムロック解除の申し込みのほか、手数料として3150円の費用が発生する。 ブラウザは Google Chrome Lite ベースの Android 標準ブラウザが搭載され、上述の通り Android OS 2.3の特徴でもあるフラッシュプレイヤー10.2がアドオンされている。また JavaScript もサポートされている。これによりパソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザでニコニコ動画、YouTube をはじめとした。 各種動画サイトが利用できる。その他にサードパーティー製のブラウザをインストールし、利用することも可能となる。対応プロファイル HSP、HFP、HID、OPP、A2DP、AVRCP、SPP、p b a p ハットアクオスフォン SH-12C のソフトウェアアップデート情報。ありがとうございます。